というところで、ではすいません、これからイベントの始めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。今回のイベントの主催させていただいているのは、奈良の、チェルビアット絵本店という書店を運営しているもので、ネットショップをメインに活動しているんですけども、奈良の、奈良駅というところの近くにも、実店舗で本屋さんを複数名で運営させていただいてます。イタリアの文化を、読み物を通して伝えていきたいということで、イタリアに限らずなんですけど、主にイタリアの書籍を、訳本と合わせて日本語になっている物語と原書と合わせて紹介したりしている本屋になっています。その流れで、よくイタリア語の翻訳者さんを不定期なんですけども招いて、翻訳に関しての裏話として物語の翻訳者さん目線の魅力だったりとか、その翻訳のやりがいだったり逆に難しさだったりとか、翻訳する上でのちょっとした物語には出てこないような、作品が訳されるまでの過程のお話とかをいただくイベントになっております。で、今回は橋本先生という方に来ていただいて、セルジョ・トーファノというイタリアの作家さんが書かれた、僕のがっかりしたお話という作品をテーマにいろいろな翻訳の裏話を伺っていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、ちょっと前置きが長くなると早く話しようということになるかと思いますので、橋本先生、よろしければ画面の方をオンにしていただいて、オンしていただいてますね。はい、ここからお話です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではちょっと簡単になく私の方から説明させていただきます。橋本先生というのは今京都外国語大学でイタリア語の教授をされながら、翻訳者さんとしても活動されている先生でございます。で、実は私の恩師の一人でもあって、私自身が京都外国語大学というところのイタリア語、院だけなんですけども、ちょっと学部は違う大学なんですけども、お世話になってイタリア語を学んだ、恩師の方でもありますので、ちょっと私はつい橋本、いつもだと誰々さんってお話しするんですけど、橋本先生ともいつも呼び慣れてる呼び方で呼ばせていただこうと思ってますので、お願いします。お願いします。では、橋本先生、早速なんですけど、ちょっと私から人となりお話しさせていただくよりも、もうご自身の声で喋っていただいた方がいいかなと思いますので、橋本先生がどうして、まずイタリア語ってなかなかマニアックな言語だと思うんですけども、うん、こうイタリア語を勉強しようとされたのかとか、まあ、その後いろんな形で、あとイタリアと関わる形ってのはあると思うんですけども、その研究者の道へ進まれた理由だったりとか、翻訳者としてこう活動していくようになった契機だったりとか、っていうのと絡めた橋本先生の今の活動に、つながるお話をしていただいてもよろしいでしょうか。はい、そうですね。まず最初のどうしてイタリア語というのは、うん、まあ、イタリア語を勉強する人には必ず、まあ、向けられる質問ですね。他の言葉でもまあ同じなんですけども、多分イタリア語はなぜっていうのはまあ絶対不思議に思われるので、で、まあ、たまたまそこにイタリア語の授業があったからっていうのがまあ実際なところではあります。で、結局イタリア語を始めるっていうのは、まあ、どの言語でも始めるのは、まあ、何かのきっかけがあるんですね。で、難しいのは続けるということなので、この間もちょっと考えると、もう勉強してから30年ぐらいずっとイタリア語をやってるわけで、よくまあ飽きないなと。だから、まあ、始めるきっかけっていうのは多分、まあ、本当にそこに語学の授業がたまたまあったからぐらいだったと思うんです。スペイン語でもよかったんですけど、まあたまたまやってみたと。それがまあ続いてしまったのが、まあ、イタリア語なので、まあ、途中で諦めてというか、まあ、他の言語に移ったりとか、あるいはイタリア語をやめたとしても不思議ではないんですけど、まあ、それがまあいろんなきっかけがつながって、まあ、続いている。それがまあ理由なんだと思います。始めたきっかけってのは本当に単純で、うんうん、まあ、イタリア語の授業もあるんですよね。大学入った時の文学部の授業でしたけど、うんうん、それで始めたという、それですね。はい、その時橋本先生今ちらっとスペイン語とか、うん、他の選択肢もあってそっちに移ってでもおかしくなかったかもしれないとおっしゃられてて、うん、私も全く同じように思うんですけども、私はサッカーが好きだったんで、まあ、ヨーロッパの何かの言葉っていう感じで、うん、結果的にはたまたまイタリアだったというのはあるんですけども、その時に選択でなんかそれこそその中でも、やっぱりイタリア語を続けられてるっていうのは、うん、その他にスペイン語とか欧州言語とかって言ってたかもしれないけど、うんうんうん、でも今考えるとなんかやっぱりイタリアだったんだなみたいな、例えば食べ物が好きだったとかそういうのももう全然なく、うんうん、本当に偶然っていう感じですか。
イメージとしては。今回の、僕のがっかりした話にも出てくるんですけど、私イタリア語の最初の単位って落としたんですよ。あ、そうなんですね。はい、だから落第したんです、一回イタリア語は。はいはいはい、でイタリア語は落第して、でそれでも続けるかって言った時に、まあ迷ったんですけど、まあ、他にあまり、まあ、選択肢がなかったのでもう一回やり直そうと。だからまあその最初の授業は本当に私は真面目に勉強してたつもりだったけれども、まあ見事に落第したというのが、まあ別に落第ではないんですけど、授業としては単位を落としたという、記憶が最初に残っているので、だからイタリア語は自分ができるとは思わなかったんですけど、まあたまたま、そうですね、もう一つイタリア語を勉強するときに一番私が楽だったのは、これもすごい特殊な事情ですけど、同級生が一人もいなかったんです。言ってしまう。そうなんですか。はい、文学部の中で、まあ、専攻としてイタリア語を選んだ時に、何十人、まあ、何百人というわけじゃない、そんなに大きなところじゃないので、ただその年イタリア語を選んだ学生が一人もいなかったんですよ。なので3年生になって初めて本格的にイタリア文学っていうところに入った時に、もう周りは先輩しかいないっていう感じで、まあ、1対1とはまあないですけど、大概まあ学生が 3,4 人みんな先輩ばっかりと、そういうところで教えてもらえるという、非常にまあ厳しいといえば厳しいんですけど、自分にとっては一番楽な授業だったんです。あ、ちょっと楽と思われた、はい、私の場合だったら仲間がいなくて、逆に皆さんの方が周りができてちょっと難しくなりそうなんですが、でもそれを楽と思えたっていうのはすごくあれですよね、橋本先生に会われてたというか。いや、まあ、今から思うとすごく、まあ、学生としては生意気な学生だったので、先生と1対1とか先生と少人数で何でも聞けるっていうのが一番気が楽だったんですね。で、まあ、他の学科というか、他の例えばスペイン語はちょっとなかったけど、フランス語とか英語は、まあ、みんな言ってしまうともう英語とかフランス語はできるわけですね、言ってしまうと。で、私は本当にイタリア語もよくできなかったもんで、最初の簡単な質問から全部先生に聞いて、聞いて、ここわからないです、これなんですかっていうのをやることができて、あ、なるほど。で、はい、先生がすごく丁寧に教えてくれたっていう記憶しかないので、はい、どんな質問しても、いや、それはねって言って、ちゃんと一から教えてもらえるっていう、多分珍しい状況だったと思います。学習者としてはすごく恵まれた状況ではありますよね。うん、あ、なるほど、なるほど。そうか。そして、イタリア語とのご縁があって、でまあ、そういった周りの環境にも恵まれて、こうそれが継続して続くことになって、でここから、なかなかその語学を使いながらの、例えばその会社員になって貿易関係の仕事をするとか、もうイタリア語からは離れるとか、まあ、研究者もあれば通訳翻訳者さんとか、いろんな形があると思うんですけども、そこからその研究者になられたきっかけとか、その中でもまあ映画に行くのかとか、文学に行くのかとか、はたまたその社会学、経済学とか、いろんな分野に行く可能性ってあると思うんですけど、その研究、文学研究とその翻訳という道に進んでいかれたっていうような、思いというか、その理由だったりとか、きっかけとかってなったりされるんですか？そうですね。まあ、これもすごく難しいところですけど、英語とか他の言語だと、まあ、私は文学というか小説は好きでしたけれど、まあ、大概翻訳されてるんですね、ありがたいことに。だから待ってても、まあ、いつかはその有名な作品とか面白い小説は翻訳されるだろうと。でイタリアはまあ私が始めた頃も今もどうか分かりませんけど、そんなにたくさん翻訳はされない。なので待ってても面白い作品が出てくるかどうか分からないということがあります。だから、まあ、自分で読めるなら、まあ、読んだ方が早いっていうのがあるんですね。原書でと。はい、原書でっていうのもまあありましたし、でまた知らない作家も多分いるんだろうけれども、誰かが紹介してくる、してくれるまでは、まあ、全く知らないという、まあ、そのあたりがちょっと変わってたんだと思うんですけど、それなら自分で読んだ方が早いんじゃないかっていうのは、まあ、ちょっと思ったんですね。
なるほど、なるほど。なんか例えば翻訳者さんでも様々ですごい面白いなと思うんですけど、それこそ橋本先生も本一緒に出版されてる、関口英子さんとか、井田亮介さんとか、お二方は、当店のイベントにも出ていただいたときに、まず一作目がとても出したかった本だったと、井田亮介さんで言うと、反戦の手紙っていう、ちょうど時代と関わってたアメリカのテロのことに関しての、話、すごく感銘を受けて、それを出したくて持ち込んだりとか、関口さんだと、チュニジアの、方のお話で、自分が知らないイタリアの黒い部分というか、陽気なだけじゃないイタリアっていうのを、世間の皆さんに伝えたかったってことで、どうしても出したい作品があって、翻訳者になろうと思ってたというよりか、その作品を翻訳したかったっていうのがつながって、結果的に翻訳者さんになられたということなんですが、今の橋本先生のお話は、この作品を特に絶対に出したかってとかっていうわけではなくて、自分で読めるから、いろんなイタリアの物語を読んで、さらにそれを世に届けたいっていうような、日本の方も読めるようにしてあげたいっていうような感じですか、聞いた印象で言うと。いや、これは本当に難しくて、多分その意味で言うと、関口さんとか飯田さんの方が、なんていうかね、ストレートな感じがします。私はすごく難しいなと思うのは、好きな作品があって、これを自分の手で紹介したいと思った時に、それが自分の能力にちゃんと見合ったものかどうかはやっぱり考えちゃうんですよ。だからその意味であんまり翻訳者としては正当ではないなと思ってしまう。なんか好きな作品があって、これは何とか紹介したいけれども、一方で自分の能力がそれに届かないと台無しにしちゃうっていう、そういう怖さがあります。だから翻訳は言い方によって本当に180度変わりますけど、すごく厳しい言い方されると偽物なんですよね。本物には勝てない。だから作家は翻訳されたら多分喜ぶし嬉しいしいいんだけれど、厳しい見方するとオリジナルの面白さをどこまで伝えられるのかについては、まあ自分がですけど、私がやるときはすごく怖いんですね。だから今回のトーファノにしても、面白い話だし、まあいい話だし、私は良かったんだけど、それがちゃんと伝えられないと、逆に言うともっと上手い人がやったらもっと上手いのになってるじゃないかっていうふうに、どこかで思ってしまうところがあって、そういうと、じゃあ、橋本がやらなくて他の人に任せればいいじゃないかってことになるんですけど、待ってても待ってても誰も、まあ、やらない場合があると。まあ、そこは、まあ、人によると思うんですけど、これを自分がやらなくても誰かがやってくれるなら、それで、ちゃんとした翻訳が出れば、それに越したことはない。ああ、そういとういうのは発想思いなんまですすね。ね。あ、はい。なるほど。でも出ない作品もあるから、そこを、まあ、救おうじゃないですけども、自分でいいかなっていう葛藤はありつつも、こうチャレンジされてるっていうようなそうですね。イメー今のジ自で。分の、能力で十分かどうかはいつも迷いますね。そういうことですね。翻訳者さんとしてなのか、私自身も先生に、学生としての立場でこういうこと聞けるタイミングがなかったんですごく感慨深いんですけど、研究者さんとしての、顔も、というかもちろんそちらが、どちらも本業だと思うんですけども、本職で毎日けん、あの大学に通われて研究されていると思うんですけど、その文学研究の方に進もうと思われたっていうのは、どういうこと、ところでですか。まあ、その本を読もうという意味では同じところだと思うんですけど、読者になるっていうのと研究者になるっていうのは大きく違うと思うんですけども、どうでしょう。そうですね、多分これもその意味で言うと、大学の研究者のストレートなというか、正統派な研究者とは多分自分がちょっと違うというか、中途半端なんだろうなと思うのは、自分がどこまで行っても読者から変われないところが多分あるんですよ。なんか研究者であるっていうのがどういう意味かっていうと、多分論文読んで論文を書くってことなんですが、ただそれまあ専門家に対して書くことですけど、まあ一般読者がいなければ文学は成り立たないので、だから専門的な論文だけ読んでてもよくわからないところはあると。あと外国文学だけじゃなくて、その日本の文学、ネイティブとしての日本文学にしても、翻訳するとすごく細かく読むことになるんですね。で、日本語の文学でも私は残念だけど、そこまで細かく読めてるかというと自信がない。だから研究者としてちゃんと読むっていうのは、
まあこれも言い方難しいですけど、翻訳できるくらいまで読み込まないとあまり面白くないだろうと。ああ、なるほど、はい、そういうことですね。両方が両方に翻訳ってお仕事に対しても研究者として読み込めるほどじゃないとっていうので、翻訳に返ってくるし、で翻訳しているっていう作業が、その研究にも戻ってくるっていうような感じで、別々の仕事をしているっていう感じではないような感じですね。そうですね。だからあと翻訳するときに、これもまあ人によってやり方は違うんですけど、結局は資料を読まないといけないんですよね。あの本一冊訳そうと思ったときに、その準備段階として、例えば今回のトーファノだったら、トーファノに関係する、まあ、トーファノの本とか、トーファノの研究所はもちろんですけど、それに関係する本については調べて、まあ、なるべくなら読まないとやっぱり伝わらないところがあると。だからその意味で言うと、うんうん、まあそうですね、効率はあまり良くないんです、私の場合は、うんうん、ただ深いですよね。その物語だけを伝えてるんじゃなくて、うん、その背景からこう固めていってるっていう、ちょっとねその話はもう少し後で物語のところでいろいろ深めていきたいと思うんですけども、ありがとうございます。すいません、ちょっと橋本先生の生い立ちというかあれが気になって、それだけで1時間行ってしまいそうなんですけど、またちょっといろいろ後日お話を伺わさせていただくとして、ちょっとここから作家さんだったり物語の話を入らせていただきたいなと思います。で、今回これからの物語がどんな内容かとかっていうのをお話皆さんにさせていただいて、橋本先生からの魅力とか、原文と訳文の見比べもしようと思うんですが、まずその橋本先生が今おっしゃっていただいた通り、やっぱり作品っていうのは書き手がいて、そして一作だけを書くわけではなかったりとか、自分の人生っていうものがこう物語にも反映するところがあると思うんで、作家さんっていう方がどういった方かっていうのもちょっとお話聞いていきたいなと思っています。で、簡単な年表というか、まずどんな人かっていうのは少しだけスライドまとめさせていただきました。セルジョ・トーファノという方で、もう亡くなられている方ですが、年代的には近現代の方になるのかなと。1800年代の後半から、1970年代まで生きた作家さんですと。で、重要なポイントとしては、世界の大きな出来事としては、もちろん第一次世界大戦や第二次世界大戦を経験している過ごしている時代の人ですと。で、これはすごいなと思うのは、セルジョ・トーファノさん自体は、この作家さんとしてだけではなく、俳優だったり演出家、挿絵の画家だったりとか、漫画家としても活躍されている、すごく多彩な作家さんで、例えばここで、今日本でも、マルコ・バルドさんの式という、イタロ・カルビーノという、これもイタリアの文学者としては、イタリア好きの方だとご存知の方も多いと思うんですけども、の作品で日本語になっているもので、マルコ・バルドさんの式という作品の、実はこの絵を描かれているのが、今回の僕のがっかりした話を描かれた作家さんが、ここでは、想定の画家さんとして絵を描かれているというふうになっていたりとか、コリエレ・デイ・ピッコリという、日本語にすると、子どもたちの週刊誌みたいな、タイトルになる、児童向けの週刊誌というのがもう昔というほどではないんですが、今では廃刊になっているものがイタリアであって、そちらにボナベントゥーラっていう、もうイタリア人だったら誰でも知っているような有名なキャラクターの、新聞連載の、この週刊誌連載の漫画のキャラクターを生み出した人物でもありますということで、このコリエレ・デ・ピッコリというのは、実はイタリアって日本のアニメもたくさん、放映されたりしていて、これはちょっと適当にインターネットから拾ってきた画像なんですけども、日本のアニメが、表紙になったりするようなこともタイミングによってはあったりということで、この雑誌の中で、日本の物語が、物語というのはアニメとか漫画作品というのが紹介されていたりしたこともあるっていうような、その週刊誌の中で出てきた登場人物を作られた作家さんでもあって、これちょっと表紙は出てないんですが、それこそ別作品で橋本先生が訳された鏡の前のチェスマン、これもすごい面白い物語なんですけども、そちらの方の挿絵も、書かれたりしていて、想定の画家としてご存知の方も多いんじゃないでしょうかという方になっています。でざっとちょっと私の方からなんですけども、このセルジョ・トーファノさんっていう方と、今お話しさせていただいたボナベントゥーラさんとかコリエレ・ディ・ピッコリとかも知らない方も多いかなと思うので、もうちょっとその
今回の物語の作家さんとしてだけじゃない側面とか、今回の作家さんを、セルド・トーナーさんの物語をどうして訳されようとしたのかとかって話と絡めて、ちょっと橋本先生の方から作家さんについて何かご自由にお話しいただけたらと思うんですけども、どうでしょうか。はい、このセルジオ・トーファノっていう作家について知ったのは、多分イタリア文学始めてからしばらく経ってからなんです。全然まあ知らなくて、ただ実はセルジオ・トーファノのこのマルコ・バルドの四季は、私が多分イタリア語始めて最初ぐらいに読んでる本なので、うん、これは関口さん、今画面に映ってるのは関口英子先生さんの役ですけど、うんうん、その前の安藤美希夫さんの役が、うんうん、まあ、ありまして、で先ほど私もちょっと読んでたんですけど、読み返してたんですけど、そこにはセルジオ・トーファノって名前出てこないんですよ。つまり挿絵画家としては、まあ私がパッと見たですけど、見ただけでは載ってないんです、うん、だから私はこのイラストを見ていながらトーファノを知らなかったっていうのが一番最初、うんうん、でマルコ・バルドの式はまあすごい好きな話だし、ずっとまあカルビーノは私研究しているつもりなのでずっと続けてるんですけど、そのマルコ・バルドのこの挿絵がちょっと変わってるっていうのは知ってたんですけど、誰かっていうのは知らなかったんですね。でその後になって、まあ、たまたまボンテンペッリ の、 その今言っていただいた鏡の前のチェス版を、まあ、別の話でやってた時に、確か英訳版でしたかね、英訳版が手に入ったらそこに挿絵がついてたんです。私がやってたのはイタリア語版で、であれここもトーファノが挿絵描いてるんだなと思った時に、さてこれはちょっと真面目にトーファノについて調べとかないといけないなと思って、うんうんうん、まあ、トーファノの研究書なり、まあ、略歴を調べると、まあなかなかここに書いてある通り不思議な人なんです。だから役者で、絵を描いて物語も作れる、でまあいわゆるそういう方はたくさんいらっしゃると思います。俳優だけど小説描いたりとか、まあ、絵を描いたりとか、うんうん、ただトーファノがすごいと思ったのは芸歴がすごい長いんですよ、うん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 、70年代73年亡くなる結構直前までテレビ映画まで出ている。だからまあ舞台俳優として長い経歴を誇りつつ、でも挿絵画家もやりという、で挿絵画家で今回まあこの、がっかりした話、僕のがっかりした話でも、まあ、イラスト描いてるんですけど、イラストが素人だけどすごく最初から絵が安定してるんです。あ、なるほど、初期の頃からと、はい、ボナベントゥーラのこの挿絵もう、まあ、大体もう初期の頃から形が決まっているように見える、うん、もちろんその変わっていくんですけど、うん、だから一体この人は何が本職なのかよくわからないなっていうのがまあ一つあって、でもう一つはこのトーファノのこの僕のがっかりした話というのが、まあテキストで言うと見つからないんですよ。最初に面白そうな話だというのはまあいろいろ研究所に出てくる、でもこれはイタリアでもなかなか絶版で手に入らない、でそれをやっとのことで見つけてテキストを探して読むというのがまあ第一段階で大変だったので、うん、まあ最近ちょっとずつこう新しく本イタリアでも出版されるようになったので、テキストとしてはまあ手に入るんですけれども、まあこういうのはちょっと意地になるところがあって、面白そうな話で本が見つからないとなると、まあ、何とかしてこれ見つけて読みたがるという、そういうまあ自分の習性がありますので、だからトーファノのイラストは目に見えてるけれども物語がなかなか読めないとしたら、まあ探して読むよねっていう感じで、まあ探してるといろんなものが見つかると、そんな感じです。はい、ありがとうございます。私も実はこれ今回の僕のがっかりした話が橋本先生に開けてたのがすごく嬉しくて、というのは、ちょっと視聴者の皆様、お前の話はいいぞと思われるかもしれないんですけど、イタリアのジャンニ・ロダーリという、まあ、児童文学の作家として日本でとても有名な、イタリア文学をお好きな方からすると有名な作家さんがおられて、で私はそのロダーリっていう作家さんの作品がとても好きで、もちろんカルビーノも大好きなんですけども、その中で、セルジョ・トーファノっていう名前は、一応私もそのイタリアの文学作品をこう調べていく中でよく目にするし、でその系譜でコッリエレディピッコリというこの週刊誌のことももちろん知識としては知っていますが、その学生の時から今まで一度もこの週刊誌そのものの、特にボナベントゥーラが出てきた時のものとかっていうのは見たことがなくて、もうインターネットの画像とかで出てくるもの
しか見たことがないんです。あとはウィキペディアだったりとか、それについての論説文とか研究書の中で出てくるので、ストーリーとしてしか、知識としてしか知らない。で、中でこの僕のがっかりした話に関しても、日本語に訳されていることも知らなかったので、恥ずかしながら。たまに、たま本屋をやってるので、英明企画の松下様っていう方を違う本屋さんに紹介していただいて、で、あ、橋本先生が訳されたんだっていう、すごいびっくりだったんですけども、ってなった時に、この橋本先生のこの執念の凄さを感じたというか、どこで見つけたんだってまだ思って、すごいなと思ったんですけど、これをこう、探し続けるっていうのが、やっぱり一つ、研究者さんならではの翻訳のされ方かなと思ったんですけど、これはこの僕のがっかりした話を訳そうとして探されてたんじゃなくて、ずっと当番のをいろんなタイミングで調べ続けられてた結果としてっていう感じですよね、おそらく。そうですね、自分が忘れっぽいので、これも恥ずかしい話ですけど、何を自分が探してたか忘れちゃうんですよ。例えばカルビーノのこのマルコ・バルトについて勉強しようと思って、トーファノを調べる、トーファノの作品を調べる、でトーファノの話でトーファノがイラストを描いたボンテンペーリを調べる、はて自分は何をもともと勉強してたのかよく分かんなくなるんですけど、ただいずれにしてもこういうのって自分の経験からは何か一旦調べてでもやっぱり出てこない、でも10年20年置いてから調べると出てくるっていうのが結構あって、今でも同じことなんですけど、本屋さんも同じですかね、1回行ってないけど2回目行くとあるみたいな、だからイタリアの本屋さんってそういう、昔ながらの本屋っていうのあって、だからたまたま今日はなかったけど2度目に行ったらこういう本があるんだなって気がつくって、だから忘れてるわけじゃないんでしょうけど頭のどっか片隅には引っかかったままで、そういう作品が行っちゃうと多分たくさんとは言わないんですけど私の中では、いくつかあるんですね、作家とか作品とか、だから最初言われてたそのこの作品を絶対訳したいっていう作品が、あるかと言われたらもちろんあるんですけど、むしろ私の場合はこの作品は訳せそうだなみたいな、こうなんか潜在的な可能性の作品がいろいろある。で中にはテキストがないものもあるし、テキスト読んで一回読んで面白かったものもあるし、あるいは読んで自分で勝手に翻訳して、どっかにファイルが残ってるっていう場合もあるんですけど、だからそれがたまたまこうチャンスが巡ってきてこれ出せますか出版できますかねって言った時に、そういえばトーファのあったよねっていうふうになることが、多いとは言わないんですけど時々あります、だからすごい気の長い話なんですよ。なるほど。これを訳す、でこれを出すまで他のものは触らないってことはなくて、同時並行でというか、中途半端でって、同時並行というと言葉が良すぎるので、中途半端でほったらかしになってる作家とか作品は結構あって、自分の中では頑張ったんだけど、失敗だ、これは翻訳できなかったみたいなのもあるし、逆に翻訳は自分でしたけど、出版は難しくてできません。とりあえず時間をかけようみたいな。いろんなケースがありますね。面白いです。多分ね、翻訳を実際に目指されてる方とか、本業にされてる方とかも時々見ていただいたりしてるので、他のその翻訳者さんが、橋本先生みたいなタイプの方ももちろんおられると思いますし、もう逆に一作ごとにこうお仕事いただいたり、自分から資格を持ち込んで、もう一作入魂じゃないですけど、という方もおられると思うんで、今みたいに橋本先生みたいに研究をいろいろされながら、途中で止まっていたのがまた復興したりとか、以前やってたものが、声かかった時に、この人の作品ありますよっていうのもあるっていうのは、いろんな翻訳者さんの一つの話としてとても面白いかなと思います。ありがとうございます。そういうところで、次に行く前に、ちょっとだけせっかくなんで、コンディレ・デ・ピッコリっていう、このイタリアの週刊誌で、多分イタリアのこと知ってる人でも、ちょっと児童文学に関するようなところなんで、知らない人もいたりすると思うんで、簡単に、なんか私、週刊誌って一言でまとめてしまったんですけど、なんかどういうものかとかって、ちょっと話させていただいてもいいですか。あと、ボナベンドゥーラさんっていうキャラクターのことと、ちょっと絡めてお話いただけたらと思いますけども、どうでしょうか。はい。どうぞお願いします。すみません、橋本先生の方から。私ですか。そうなんです。ちょっと橋本先生の方から説明してもらえた方がいいかなと思って。難しいですね。コリエレ・デイ・ピッコリ、いわゆる英理新聞に、属するんですけど、イタリアの、新聞が、
まあそうですね、識字率というか教育の普及と同時に19世紀末ぐらいからだんだんまあ教育が広まっていって子どもたちに読ませるものが出てくると。で学校教育でいうと例えばクオーレとか、まあ、ピノッキオとか児童文学が出てくるのと、まあ、ほぼ並行していろんな営利新聞が売られるんです。その中の一つがコリエーレ・デイ・ピッコリで、まあ、コリエーレ・デラ・セーラっていうまあ大新聞とか一般紙がありますが基本的にはその系列なんですね。それ以外にもジョルナリーノとかジャン・ブラスカーが翻訳があったと思うんですけど、まあ、ジャン・ブラスカーが翻訳されてるんですね。あ、はい、私が間違っちゃいけない。でも多分されてるんでしょうね。はい、だから結局その児童文学の最初の走りというのはこういう連載小説、営利新聞の連載小説であったこと、まあ、ピノッキオも確かそういう形でしたよね。連載で出てた、うんうん、そうですよね。はい、なので子どもたちが確かこれは週刊誌だったど日曜日に出るだったかな、コリエレ。確か、まあ、そういう形で家族の中の読み物としてこれだけじゃなくていくつもこの時代に子ども向けの営利新聞が出たと。でこのコリエレ・デイ・ピッコリの私もこれやっとまあ古本屋で買ったんですけどすごいなと思ったのはやっぱり広告とか当時の社会状況をまあ思わせるそういう広告があったりとか。だからまあ実物を見ると面白いですね。さすがで、あとこの営利新聞の一つの特徴はその今映ってますけどそのまあ漫画がありますよね。そのイラストの下にボナベントゥーラもそうですけど引文で書いてあるんです、そのセリフが。そうですよね、これ面白いところですよね、はい、だからまあ子どもたちはその営利のいわゆる吹き出しというよりはそのまあ吹き出しがなかったんですね、この時代は、うんうん、だから、うんうんうん、その下にこうついている部分が2行の、まあ、韻を踏んでると、うんうん、まあ、このあたりもだんだんこう読みながら覚えていくというふうな典型的な、うんうん、まあ、形なんです、うん、はい、確かに皆さん韻文と散文っていうのを一応簡単にだけ言っておくと、まあ、形式のない、まあ、エッセイみたいなものを散文と今形式的に捉えると、韻文っていうのは韻律がある、まあ、簡単に言うと詩に近いようなものとか韻を踏んだりしているもので、そういうルールではないですけども、そういう音としての感覚を刺激する形式がある読み物になっていて、これは今の漫画って登場人物の会話吹き出しが出たりすることが多いと思うんですが、だってシーンの下に文章が書いてて、それが韻文になっていると、つまり韻を踏んでいる文章があるというふうに橋本先生おっしゃってくださっています。で、例えばこれはちょっとウィキペディアとかも出ているので、そのまま出せるかなと思って出させてもらっている文章があるんですけども、例えばこれは物語の始まりで、イタリア語全然わからない方でも説明するので文字面だけ見ていただいたらそうだなと思っていただけると思うのでちょっと聞いていただくと、クイコミンチャラドベントゥーラデルシニョルボナベントゥーラっていう始まりで、これは見ていただいた通り1行目と2行目の一番後ろ、違うズベントゥーラとボナベントゥーラっていうところのベントゥーラっていうところが同じ単語になっているというか、文字面になっています。で、これは実はベントゥーラっていうのが運命っていうような意味で、ボナベントゥーラさんっていうのは人の名前でもあるんですけども、幸運な男みたいな名前の登場人物になっていて、このボナっていうのは良いっていうような意味で、良い運命、運がいい男みたいな名前になってて、逆にこのズベントゥーラのズっていうのはちょっと否定の意味のようなものがあって、不運とか運が悪いみたいな意味になるので、この文章は簡単に訳すと、ここから、幸運なボナベントゥーラという男の人の不幸の物語が始まるよみたいなので、もう出だしからして何のこっちゃっていうので読んでる方もワクワクするし、音で聞いてもなんで幸運な男が不運な男なんだ不運なんだっていう物語の入りも面白ければ、その時に不運と幸運っていうのがちゃんと韻を踏んでるっていう面白さもある。でこういうふうに韻律が整った状態で物語が進んでいくというのがすごく画期的な上に、その幸運なボナベントゥーラさんっていうキャラクターがイタリアでとても受けて、なのでもう
ストーリーからもおそらく想像していただく通り、ちょっとコミカルなお話なんですけども、不運がたくさん起こるんですけども、人柄がすごいいい男の人で、結果的にはとても運に恵まれる、でもそれは自分がいい行いをするからいいことが起こるみたいな感じで、物語が結末を迎えていくみたいな感じで、とても子どもたちにも人気のキャラクターだったということになってます。って言いながら私は読みたいんですが、原作ほとんど読むことがなく、部分部分でフレーズで知ってるだけですという感じなんですけど、ちょっとすみません、解説だけ加えさせていただきました。というキャラクターを生み出した登場人物で、なのでこれはセルジュ・トーハノさんはもちろんこのコリエレ・デ・ピッコリのボナベントゥーラってキャラクターを絵として生み出しただけじゃなくて、物語も生み出しているということで、この場合にはもうご自身が画家としても、担当されて、で作家として自分で言ったら二刀持ちというか二刀流という感じでもすごい作家さんだなというのが伺いしているかなと思います。というところで、ここから予約なんですけども、物語そのもののお話にちょっと入っていけたらなと思うんですが、これもちょっと簡単なあらすじ的なところだけは私の方からお話しさせていただきます。今回僕のがっかりした話というタイトルで出ている、作品は英明企画さんという出版社さんから出ているもので、今回この書影とか出させていただいているのはもちろん出版社さんから許可いただいて、英明企画さんの方にお話しさせていただいて実現しているものですので、著作権は大丈夫だと思っておいていただけたらと思います。で、この物語のお話は実はすごく愉快な設定、さっきのボナベントゥーラさんも面白い話だったと思うんですけど、セルジュ・トーハノさんは結構面白い笑えるようなお話をよく書かれる。でどういうことかっていうと、このお話ですと世界の童話の、有名な物語が実際まだ続いているよっていうような世界観で、眠れる森の美女は今はもう忙しい時代になって不眠症になってしまってるみたいな、そのせいで国民たちも寝れなくなってしまってるとか、もうランプのせいで一躍大金持ちになったアラジンはもう落ちぶれてしまっていたりとか、まあ、他にもたくさん面白いキャラクターが出てくるんですけど、いろんな童話の主人公たちががっかりするような今現実を迎えているっていう笑えるお話なんですけども、これはとてもユーモアの効いた皮肉の物語になっていて、例えばその眠れる森の美女が眠れない世界って実は今の現代社会の風刺にもなってないでしょうかっていうような風にも取れると思いますし、これをこの時代にすでに書いていたんだなっていうことは先見の明というか、多分この時代はこの時代で同じようなこの世界の進み方とか、こうなかなか社会にこう巻き込まれて一般人として生きる難しさとか、世間の人が普通社会生活を送っていると感じる難しさとかっていうのをこう楽しい話に昇華しているような、物語になっているんじゃないかなと思います。で結末もすごい面白いな物語なんですけど、これちょっと話の流れでもしかしたら言ってしまうかもしれませんが、やっぱりこの物語を読んで知ってもらいたいなと思うので、ちょっと今置いておきます。というところで、ちょっと私の方から本屋さん目線としてちょっと魅力を簡単に話しさせていただいた、つもりなんですけど、どうでしょうか、橋本先生の方からこの僕のがっかりした話のなんか見どころだったりとか、どうしてこれを訳されたのかとか、訳したいなと思われたかっていうのをちょっとお話しいただいてもよろしいですか。はい。そうですね、先ほど名前が出たジャンリ・ロダーリとか、まあ、ピノッキオとかクオレとかイタリアの児童文学の有名な、まあ、系譜っていうのはあるんですね。ただ研究書を読んだからというわけじゃないんですけど、全体で見るとそういったものは結構マイナーだったというか珍しいっていう書き方があって、ああそういうものなのかと、まあ、言ってしまうと子どもが読むものは教訓的なもの、だからまあクオレとピノッキオを比べたらクオレの方がやっぱり教訓的だというふうなイメージもあると思うんですけど、やっぱ優等生でね、ただ全体として子どもが読むものというのは教育効果があるということになるので、そうでないと親は読ませませんよね。だからまあ基本的にはいい国民になるため国民教育と、難しいのはイタリアはやっぱりファシズムの時代がありましたから、そのあるいはリソルジメントでもいいけど、やっぱり国家のためとかお国のためとか、まああるいは家庭のためとか何でもいいんですけど、やっぱりなんかいい人になるためなんですよね結局は。だとすると
一般的に考えられるファンタジーというか空想的なものっていうのは、まあ、いろんな捉え方ありますけど、すごくこう無責任なわけです。ナンセンスもそうだけど、だから子ども向けのものでそういった毛色のものというのは決して多くはない。むしろ真面目にいいことをしたら報われましたとか、あるいはまあ悪いことをしたらまあ罰がありましたって、完全懲悪というふうに言っていいんですかね、まあ、いわゆるこう役に立つ読書の方が多かったんですよね、伝統的には。でその中で珍しくそうでないものが、まあ、少なくともいくつかあるとしてって言った時に、まあ、例えばカルビーの、じゃあ、まあ、マルコ・バルドーとそこに入れていいのか分かりませんが、児童文学の、まあ、ロダーリまで新しくなってくればそうなんですけど、19世紀20世紀の前半は、まあ、むしろ多くないんですというのがあって、じゃあ何が面白い、私から見たらまあそっちの方が面白いので、子ども向けのそういうファンタジーなものは何ですかといった時に、まあ、この、まあ、傑作ということで僕のがっかりした話っていうのが上がってくるんですね。でそれがまあすごく大雑把に言ってしまうと、ピノッキオとロダーリの間にあるって感じなんです。ピノッキオは本当にまあ奥の深い話で簡単にはまとまりませんけど、まあ、ある意味わんぱくな操り人形が、うん、まあ、確かにいい最後人間の子供になる話なので、ただピノッキオはそんな簡単にはうまく要約してはできないはずなので、いろんなまあ問題抱えてるんです、だからまあロダーリはロダーリで、まあ、社会風刺とか批判的なものとか含めていろんなまあ物語があるので、これも一言ではくくれない。ただその間っていうのが結構ない。でこの間は当然ファシズムの20年とかが入ってくるので、そうなると簡単じゃないんですよ。そうですよね。はい、そういった時にここで珍しくこのトーファノのこのファンタジー、僕のがっかりした話と、まあ、ある意味私の中でペアなんですけど、ボンテンペンリの鏡の前のチェス版、そうですよね、これが、まあ、いわゆる珍しいファンタジー、まあ、数少ないと言ったら変ですけど、で今読んでも、まあ、なんていうんですかね、まあ、読める話になってるんじゃないかと、ここは難しいところで、例えばこれが現代文学で2000年以降に出された児童文学であれば、おそらく世界的にどの児童文学を読んでもそれなりの、まあ、共通的な、まあ、グローバルな児童文学なんでしょうけど、なかなかこの100年前の段階で子ども向けの話を今日本で訳して読んでもらえるかってのはすごく難しいところがあると思うんです、なので、私もこれは面白いというふうに、まあ、いわゆる前評判は良かったんですけど、自分が読むまでは、まあ、分かんないんですよ、はいはい、そうです。これ訳して大丈夫なのっていうか、訳して面白いのかっていうのは自分で読んでみるまでは分かんないので、だからすごくそこら辺がこれ物語的には難しい。ただ読んだ時に、あ、なるほど、前評判通りに面白いなというのも分かりましたし、はい、でまあ何と言ってもそうですね、どちらかというと教訓性がないと言えばないんですよね、確かに。だから読んでて、まあ、そこら辺が、まあ、無理をしてない感じがするという、まあ、あとまあイラストもなかなかこれは面白いイラストでしたし、で、まあ、あとは、はい、トーファノは多分もうちょっと紹介されてもいい作家なんじゃないかなというのは思うんです。だから私がすれば、他の人しなければ私しますけど、多分まあ私がしなくても誰かが多分やったと思うんですよ、そのうちということですね、ただ一応まあ30年ぐらい経つけど誰もやらないというよりはやりにくいんだろうなと、テキストを見つけにくかったし、はい、だからなかなか引き受けてこれを出そうという人は少ないだろうとは思うんです、ただまあ、イタリア文学の場合はよっぽどこうなんですかね、大ヒット作でない限りみんなが翻訳しましょうと言ってくれる人は少ないので、だからまあ自分の方でこれどうですかって言わないとなかなかそこは紹介されないだろうと、そういうふうに思います、はい、なるほど、ありがとうございます。確かに今先生おっしゃっていただいた通り、まあ、イタリアのお話っていうのは、
基本的に特に子ども向けのお話っていうところは、一つはそのまず教育と絡めるというものが性質上すごい大きくて、特にクオレとかっていうのはまあ、本イタリアの本とかお好きな方とかだと、もうその話自体もよく言われてると思うんですけども、ちょっと教育的にある意味クオレっていう物語、まずご存じない方もいるかもしれないので、短編集で、まあ、簡単に言うとイタリアの小学校 の, 学生たちの一人一人の、物語が描かれるみたいなことで、ある A 君 B 君とか の, 話だったり、友情だったり、先生との関係だったりとかが描かれるんですけども、日本では母を訪ねて三千里っていう世界名作劇場の物語が有名でしたが、あれの元になったのもクオーレの中のある一人の男の子のお話ですというところで、これは別に、教育的だっていう目線で見なくても全然面白いんですけども、確かに逆に言うと模範的すぎないかとか、こういう生徒になりなさいよっていうのがプンプンするなっていうのを知って読むと、あ、本当にその通りだなとも取れるような物語群でもあるなというところで、同じようにピノッキオとかも、ピノッキオはまあそのために書かれたっていうよりは、まあ、ロディンさん自体は面白い人なので、途中で連載やめてピノッキオが死んだところで終わってたら、こうクレームが来てまだ続けることになって、今度は生き返る物語になったとかっていうのもあるので、一概に言うのは難しいんですが、やっぱりその社会の流れとしては、まずその子どもたちが文字を読んだり物語を読むっていう段階に来て、基本的に模範的な悪いことをしたら悪いことが返ってくるんだよみたいなことを伝える教育的な要素が大きかった、時代から入ってきて、この東派のが生きた時代というのは戦前戦後を経験して、例えばこれは1917年に確か出ていた物語だと思うんですけども、1914年15年第一次世界大戦が始まって、イタリアはまあ最初参戦してないんですけども、オーストリアとイタリアがお互いに自分の国がこの土地を治めてるんだっていうちょっと小競り合いから、イタリアはオーストリアと戦争するっていうのがあるんですけども、イタリアの土地を返せとなるあたりの時代の中で東派のこういう物語を書いてるんです。で、ここで、東派のはいろんな登場人物ががっかりしている中で、本来だとこの男の子がそれを見て物語の世界にばっかり入り浸ってたらいけないと、しっかり勉強しないといけないなってなるんですが、ところがどっこいっていうような話なんですよ、この話は。他の当時の作家さんだったら、同じような物語でもしかしたらあるかもしれませんってなった時に、あったとしても、それで男の子はもう物語なんてがっかり、もうこりごりだってなって、勉強していい生徒になりましたっていう話になるんかと思うんですが、この物語はそうはならないんですっていうところが、これってある意味、今だったらちょっと笑い話いいんですけども、ちょっと社会とか教育を痛烈に風刺しているような感じで、東派の自身、この、まあ、目をつけられないのかというとあれなんですけど、国から反体制の人間と思われてもおかしくないんじゃないかなとか、そういう時にこの本を書いたのが、すごいなと思うんですけど、そのあたりってどうですか、橋本先生。そうですね。1917年、まあこの当時だとまだそこまでファシズムが強くはなかったと思うんです。で、東派の経歴の中で、この僕のがっかりした話っていうのは結構初期なんですね、ほぼその物語作家としては早いんです、で例えばこの中に一つ出てくるシンデレラの、まあ、エピソードがあるんですけど、そのエピソードはその後、まあ、ボナベントゥーラとシンデレラみたいな形の、まあ、戯曲映画にもなるんですけど、そういったところに引き継がれる、だから若いトーファノが書いた作品の中でいろんなモチーフがあるけれども、それが後の演劇とか舞台の上で、あるいはボナベントゥーラの中で、まあ、展開されていく、だからまあある意味最初の出発点であり、そこからまあいろんなモチーフとかが引っ張っていく、だからまあこの場合はなるべくならこのトーファノはここからまあこの僕のがっかりした話だけじゃなくて、他のボナベントゥーラさんだったり他の戯曲についてもまあこれからまあ人気が出るといいなと。ただご存知の通り戯曲ってすごく難しくて、多分まあ単純に翻訳しただけでうまくいくかどうかわからない、まあ、特に児童演劇なので、だからまあそこはちょっと難しいと思うんですけど、
これがそうですね、本当に初期の作品だというのがこの東方の中では面白くて、まあ似たようなパターン、このナンセンスといえばいいんですかね、こういった話を書く、まあ子供向けで笑わせる小説って書くのはすごい難しいと思うんですよね。確かに確かに、はい。あと、まあ、これはもう自分がそういうふうにできてるから仕方がないんですけど、私はあまりこう児童文学っていうふうな枠で考えてないところがあるので、うんうんうん、ボンテンペンディにしてもトーファノにしても、まあ、例えばカルヴィーノのマルコ・バルドさんの式にしても、うん、まあ確かに子ども向けの枠で書いてるだろうとは思うんですけど、ただ自分が読む時には子どもか大人とかってあんまり考えてないところがあるので、うん、まあ面白いかどうかっていうところではあるんですね、うんうんはい、ありがとうございます。というところで、ちょっと物語のところ他にもいろいろ聞きたいんですが、もうちょっと違う観点からも、ちょっと翻訳の話はいつ出てくるなと思われている方もおられるかもしれないんですが、これから翻訳の話もさせていただきますので、これからちょっとあと2つテーマがあって、今から翻訳のことをさらにちょっと聞いていこうと思います。で、その後、ちょっと物語と文化の関わりっていうテーマでもお話したいと思いますので、もう少しちょっとお付き合いいただけたらと思います。で、ここから翻訳についてということで、この作品に、まあ、限らずでも構わないんですけども、その翻訳をする上で、橋本先生にとって、まあ、楽しい点、難しい点と書いてますが、まあ、例えばすごくいい訳文が思いついたら楽しいとか、そういうことでもいいですし、逆に日本語にそのまましてしまっても伝わらないんじゃないかとか、まあ、納期が例えばきつくて、もうちょっと訳文でいきたいけど、そういうところを翻訳っていう中で難しいところがあるんだとか、ざっくばらんに翻訳っていうお仕事の楽しいところ、難しいところと、今回のこの僕のがっかりした話を翻訳することになった契機、まあ、ちょっと前半でお話いただきましたが、東派のについては、お話いただいて、この作品がずっとテキスト手に入れられなかったけども、最近になって、再装版が出たので、手に取ることができるようになったというのも、あるんですけども、まあ、橋本先生の方からこう出版社さんのに持ちかけられたのかとか、何かご縁になってお話をいただくことになったのかとか、ご翻訳ってどういうふうにされるのかっていうのをよく質問を受けたりすることもあるので、ちょっとその辺のお話を、いただいてから、ちょっと翻訳の原文と訳文の見比べっていうのに行きたいなと思います。まずその契機はどうでしょう、この物語に関していくと。そうですね、これは結局最初にテキストを手に入れて読んで、でイタリア語から日本語にできるかどうかって自分で訳した時には、多分出版の契約とか出版のあてはなくやりました。多分最初はそうだったんです。はい。ここも多分、まあ他の翻訳者の方とはまた違うとかかもしれませんが、面白い話でなるとうっかり自分が翻訳しちゃうんですよ。しちゃうっていうのは言い方難しいですけど、うん、仕事になる前の段階でも翻訳すると、でやってみないとわからないっていうところがあるんです、うん、だから最初に言ったんですけど、翻訳できるかどうかってやってみないとわかんない、自分で言うと恥ずかしいですけど、その最後までこれ日本語になるのかどうかっていうのは、まあさすがに今だとそれなりの予想はつくんですけど、ある程度日本語でこんな形になったけど、これって読んで日本語で読んで面白いのかどうかっていうのは難しい判断なんですね。なるほど、うん、なんかイタリア語で読んで面白かった、はい、でもこれ日本語に訳して、さてその日本の読者が読んだ時にそこまでして読むほどのものかっていうのは、自分のその翻訳のレベルではまあ難しい。だから、まあ、一番早い話ができるかどうかはやってみないと分かんないっていうところなんです。なんか面白い本小説がある、じゃあこれ紹介しましょうって言った瞬間に同時に始まるのが、これって日本語にできるのっていう質問が当然自分の中にあるので、うんうんうん、でトーファノの場合は読んでる時にそれなりに、あこれは日本語にやっても大丈夫そうだなとは思うんですよ、うんうんうん、ただそれと実際に日本語に移すっていうのは別なので、うんうん、これもまあ私が効率が悪いとこなんですけど、うん、まあ、全部じゃないにしてもある程度の文章を読んで訳してみないと、その作家さんの文章のなんですかね、ポイントとかもつかめないことが多いので、うんうんうん、なるほどなるほど、すごい、はい、だからまあ翻訳をするときはとりあえずこれ面白そうだから日本語にしてみてできるのかなっ
ということで、まあ、始めるのが本当の最初です。なるほど、なるほど。その段階では商用翻訳とか見据えてとかではなくて、ご自身がまず訳せるのかっていうことと、うん、訳したものが面白いのかっていうのを自分でも確認するために、こう訳すってことを始めると。その中で、で、訳し終わられました。あ、実際に東花の物語自体が面白かったぞとなって、で、こう日本語に橋本先生の中では自分で、まあ、納得いくまで言えるかわからないんですけども、自分で訳すことができると思われたとなって、訳し終わったときに、これはずっと、ね、寝てたわけなんですか？それとも、なんか、ね、あ、そうなんですね。ずっと寝てて、これが日本語の物語になって、商用出版されるっていうことになるのっていうのは、じゃあ何かきっかけがあるような気がするんですけど、なんか動きっていうのはちょっともし話したらいけない話だとあれなんですけど、はいはい、話せる範囲でお聞きしてもいいですか？はい、まあ、これは本当に出版社さんの英明企画の方から、まあ、話をいただいて、何か翻訳として出せるものがありますかという話で、で多分イタリア文学全体で見ると珍しいんですね。そういうふうにお話をいただくということはめったになくて、うんうん、だからその時に、まあ、こういうのがありますっていうふうに出せればいいんですけど、うん、結局そうですね、私が自信がないもので、物語として日本語になってるものだと、例えばこういうのが一応翻訳としてあるんですけどどうですかっていうふうに言うことができるんです、うんうん、ただそうじゃなくて、その例えばいわゆるあらすじ公害とか言いますよね。編集翻訳の企画の時に、こういう作家でこういう物語でってアピールして文章を書く、だからまあ翻訳の企画を出すと言った時に、まあさっきの話と一緒でうまくこうアピールできない時が私の場合多くて、うん、だからこの物語どこまで、まあ、なんていうんですかね、そこまで面白いのかっていうのはよっぽどうまくアピールしないと、物がないとわからないっていうふうに、まあ、言われることはないですけど、そういうふうに感じちゃうところがあるんで、まあ、もちろんそういうこと言ってられないので、何かこういう翻訳したいのありますかって言った時に、自分が翻訳できてないと出さないってわけじゃないんですけど、例えばこういう作家のこういう翻訳、まあ、作品は面白いですよねっていう話はあると。なるほど。ただ今回に関しては確か私はできてたと思うんですけど、まあ、記憶が曖昧なところはありますが、うん、はい、だからそういう時は結構簡単で、例えばこういう物語なんですけどどうですかっていう言い方で、まあ、うんうん、見てもらうって感じです。なるほど、なるほど、はい、で出版社さんの方も、ね、うん、あ、これはいいじゃないですかとなったら話が動いていくと、まあ、今回でいうと話が動いていったというような、うん、大きな流れかなと。まあ、あとは本当に私の、まあ、見方がちょっと変わってるかもしれませんが、こういう物語だから出版するとか、こういう物語だって分かって出版をしていただく方がなんとなく私としてはすっきりするところがあるんですね。だから、すごい前宣伝ですごい面白い、こんなこんなにワクワクする物語ありませんよって言って、で、うんうん、で実際に作品上がってみたら、あれそれほどでもなかったじゃないですかって言われるのは、まあ、そうは思ってないかもしれないですけど、難しいんですよね翻訳って。要するに原文を読んでるわけではないですし、編集の方が、うんうん、で特に英語とかフランス語とか、まあ、原文を読んでる人が少ない、イタリア語の場合ほとんどないので、その場合に完成品がどういうものかっていうのは多分想像もつかない。うん、確かに確かにそうです、ね、だから私としては、まあ、こういう物語で最後までいくとこんな感じなんですよっていうのが、まあ荒削りな翻訳であれ、とりあえずまあ嘘はついてないなという感じがするので、見ていただいた方が安心するときはありますね。なるほど、なるほど、はい、逆に読んじゃって、いやこれじゃダメですって言われたら、まあ、仕方がない、諦めるって感じなんですけど、なるほど、なるほど、私のアピールがうまくなかった場合に、いやそれではというのはちょっと悲しいところはありますからね、はい、でも面白いです。他の翻訳者さんも本当に一律おっしゃられるのがレジュメがすごく大変だというか、うんうん、やっぱりそのね、さっき公害とおっしゃっていただきましたが、この物語を魅力をまず出版社さんに伝えるところが第一ステップとして難しいところがあって、うんうん、そこでもしかしたらプレゼンの仕方が変わってたら通ってたかもしれないものが落ちるってことが多々あるわけでして、
そこはやっぱ難しいところの橋本先生の解決法が、橋本先生はすでに訳してる作品が結構あるので、それをもうどんどん見せてしまうっていうのは、今またなんか今までの翻訳者さんでは確かにあまりなかった方策だなと思って、面白いなと思いました。ね、まあ、あとはその読んでくださる出版社さんもちょっとまるまる読めないからまとめてくださいとか、またね、そういうのもあるかもしれませんが、ちょっとそれはまた別の話としておいて、うんうん、今すごく面白いなと思いました。では、すみません、ちょっと翻訳の楽しい点、難しい点っていうのも聞いていきたいんですけど、読み比べとかがちょっとできなくなっちゃいそうなので、実際の原文とか見ながら、橋本先生、ここってどうだったんですかとかっていう感じでちょっと聞いていきたいなと思います。で、今回、この絵本じゃない、すみません、児童書の、本文は先ほどお伝えした通り、著作権の方は、出版社さんの方に確認してから出してますので、ご安心くださいと、視聴者の皆様に先お断りしておきます。で、この文章は橋本先生から、ちょっと私の方からお願いして、翻訳の工夫した点だったりとか、なんか心に残っている場面とかあれば、いただけませんかっていうのを2文用意していただきました。で、最後に1文私の方から聞きたいこととして1文用意させていただいて3文読み比べしたいと思います。で、この中でもちろんイタリア語わからない人もたくさんいると思うので、そのこうなってるんですよっていう話をさせていただきます。イタリア語はこう書いてるんですけど日本語はこうなってるっていう説明しますのでご安心ください。まずは、先にちょっと私の方から橋本先生からいただいたのに対して先に質問させていただいてもいいですか。はい。まず、ここは場面としては、この物語はおとぎ話の世界が実際には続いていて、そこに主人公の男の子が旅をしていくと、シンデレラが、あ、それこそまあシンデレラがまた迫害されてたりとか、せっかく結婚してお姫様になったのにとか、眠れる森の美女が眠れなくなって不眠症になってたりとか、アラジンが落ちぶれたりとか、赤ずきんの狼がいい狼になって召使いになってたりとかって言って、なんか想像してたのも違うって、どうぞこの子もがっかりしていくって面白い話なんですが、その前にそのおとぎ話の世界に連れて行ってくれる家庭教師がいて、すごくおとぎ話っていうのをなめちゃいけないよと熱く語るシーンがあります。でその中の部分なんですけども、おとぎ話って簡単に言うけど確かにおとぎ話かもしれないなと、でもおとぎ話っていうのは現実の生きた話、体験された話なんだと、でおとぎ話ほど本当のものはないんだよ、おとぎ話は人生そのものだし、全てのおとぎ話が一つの人生なんだっていうような、抜粋するとそういう場面があって、でこの場面自体はもちろん面白いんですが、ここに関して私が訳文を見たとき面白いなと思ったのが、これ皆さん原文を読んでくださいというわけではないんですが、こう色分けしたところが対比される訳語になっています。でその中で、このちょっと黒字なんですが、ストーリアっていうのが、まあ、英語でストーリーみたいなことで物語とかおとぎ話っていう訳していただいているところです、橋本先生が。ってなった時にこの緑のところ、現実のっていうのはイタリア語でレアーレっていう単語があって、生きた体験されたのがビーバビスータっていう原文があります。そうなったときに、おとぎ話っていうのは、ストーリアレアレ、現実のものなんだよ。これはそのままだかなと思うんですよね。うん、で、その後の、ストーリアビーバー、生きた話、ストーリアビスータ、体験された話と訳していただいてて、これ別に私が何もケチつけるつもりもないんですが、難しいなと思ったのが、これ皆さん見ていただいても、なんか字面似てるなと思っていただけるかもしれないんですけども、このビーバーとかビッスータっていうのは同じ VI から始まってる単語で、生きているとか生活しているっていうような形容詞っていう名詞を説明するような言葉になっているんですが、こういうの、つまり言いたかったのがビーバーとビッスータっていうのは取りようによってはとても似ている意味のイタリア語なんです。イタリア語を勉強している人だと多分なんとなくこういう意味というか、別にそれが2語並んでてもすっすと別に逐一日本語にするわけじゃないので、こう読んで意味を取ってはいけると思うんですが、これをなんか一語ずつ言葉を当てないといけないってなった時に、こう生きた体験されたっていうのを選ぶ時ってすごい苦労があったんじゃないかなっていうのはただの私の想像なんですが、どうでしょうかっていうのを橋本先生に聞いてみたくて質問させていただきたいんですけど、どうでしょうか。こういう話は本当怖いですね。自分がちゃんと訳せてるかどうかっていうか、まあちゃんと訳せてるかというよりは、うま
く、まあとりあえずうまくというよりは切り抜けてるかどうかですよね、うん、これギリギリ切り抜けてるのかどうか怪しくなってくるなという気もしますけど、とりあえずまあレアーレ、ビーバー、ビスータっていうのが全部まあ物語、話、ストーリアにかかる形容詞として見て、まあ、繰り返さなきゃいけないと、うんうん、だから生きた話、まあ生きられた話とか直訳をしてみてどれくらいいくか、ただいわゆるこうそれぞれの形容詞についてどう訳すかっていうのも当然ありますし、あの日本語としてそれでつながりがいいのかと、だから例えば細かいことで今こうやって振り返ってみれば、おとぎ話は現実の話、生きた話、体験された話なんだって話をちゃんと3回言った方がいいんじゃないかとか、うんうん、まあそのあたりはこう見てるとどん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 こういじりたくなるというのがありますね。なるほど、はい、なるほど。だから体験された話と生きた話がどう違うのかっていうのは日本語の感覚なので、今こうやって字面を見てるとまたこう迷いが始まる感じはしますね。あ、やっぱり、うんうん、はい、なるほど。だからまあ数字の計算じゃないけど、一度こうやって答えは出てるんだけど、もう一回こう試し算をしてこの同じ答えにちゃんとたどり着けるかどうかというと、多分自信がないっていうのが、まあこういう場合によくある形なんじゃないかな。なるほど。あとそうですね、逆にこれすごい客観的に自分の、すいません、あの自分の役ですけど、あの第三者として見たときに、これ最初の確かにそうだって一体どっから出てきたんだっていうような気がしますね。で、うんうんうん、ファーボレ、そのストーリア、ストーリア、レアレ、ストーリア、ビーバ、ストーリア、ビスータ。だから、ストーリーが4回出ているけど、最初のそのストーリアって一体どういう話なんだと。うんうんうん。確かにそうですよね。実際にはこれは、まあ、あのイタリア語でストーリアって言ったら、いわゆる歴史っていう話もあるし、いわゆるこう、でっち上げた、あのデタラメな話っていう意味でもあるんですよね、うんうんうん、だからここはおとぎ話もまあ話としてまあ見てるとこなんですけど、うん、でも歴史としてここを見てもいいのかなと、要するに体験談としてまあいわゆるこうなんですかね、個人史みたいな意味で強く取ってもいいのかなと。ただいずれにしてもこれって子供に向けにというか、子供に向かって喋ってるこの、まあ、家庭教師の話なので、多分勢いでやってる感じはしますね、かなり日本語としては、うんうん、なるほどなるほど、はい、つまり、子供がの時にまず意味が取れるっていうのと、こう家庭教師が熱を持っておとぎ話っていうのをなめちゃいけないっていうようなことなので、うん、あの一人の一つの本当のまるで実際にある物語、うん、物語というか一人の人生ともうイコールなんだよみたいなぐらい現実的な話なんだよって言って、で本当にこの世界の中では現実になるので、そこのスピード感大切ですよね。現実の話、ね、生きた話、体験された話っていうところで、こう形容詞をすごくきれいに訳そうとして長々ってなった時に詰まるんじゃなくて、ここはスーッてあの目が通っていかないといけないっていう感じのことを今言っていただいたのかなと思いますけど、いやここは本当難しくて、私もよくこう編集の方とかいろんな方に言われるのは、直接話法は難しいですよねっていうところなんです。いわゆる仮括弧の中です、うん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 、だから字の文はまあ多少固くてもというか、翻訳帳でもまあなんとかなると、うん、なんとかなってないんで時もありますけど、まあ、あの多めに見てくれると。ただ会話文があのどうしても固いで、これはまあ仕方がない個人的な欠点でもあるだろうし、翻訳の難しいとこでもあるかもしれないんですけど、まあ、やっぱり口調の問題なので、あのその時 の, そのキャラクターの、まあ、持ってる勢いとか、うんうんうん、まあ、感情とかをなるべく反映させたいなと思うんです。だからあの単純に語尾をどうするかっていうよりも、全体としてそれでいいのっていう、うんうん、だからそうなってくると、あれこれ1対1で対応してないですよねって言われた時に、あのあごめんなさい、そこ1対1対応してませんよねみたいなことが後になってやっぱり出てくるっていうのが自分の中での、まあ、問題なのかなと思いますね。はい、なるほど、ありがとうございます。なので、あの橋本先生自身が自分の役を今見ても、最初におっしゃっていただいた通り、今訳すと違う訳文になるかもしれないっていうのも、なんかやっぱ面白い話ですね。翻訳者さんからしか聞けない話かなと思うので、
っていうところと、こう読みやすさとか、会話としての、日本人の読者さんが読みやすく感じるかどうかっていう、直接話法、会話文の訳し方が難しい。とても面白いのかなと思います。ちなみに、ごめんなさい、私の方がご質問してしまったんですけど、橋本先生がどうしてこの文章を挙げられたかっていうと、どうなんでしょうか。まあ、これは、後に出てくるのと対対になってるんですね、私の中では。だから翻訳というよりはこの物語トーファノの話全体に分かるのが、まあ、タイトルにあるこのがっかりするってどういうことなのかと、だからがっかりってすごく難しい、デルジオーネって言ってますけど、エルジオーネですか、逆にがっかりしないっていうのが思い込みですよね。だから本当にこうイタリア語のこれタイトルこうこれでいいのかどうか私もよく分からないです。幻滅では固いなと思ったので、あえてがっかりっていうふうにまあ作ったんですけど、その意味でその文学に対してすごくこう、まあ、かっこいいことを言うなら、これある意味まあ文学論みたいにはなってるわけですね。こういう創作物語は実際に生きた話なんだと。だからこれやった時に、多分イタロ・カルビーノが民話集の後書きかどこかでその民話というのは真実なのだみたいな論を書くところが確かあったんですけど、それと似てるよなと勝手に思ってたんです、でなのでこれとこの後出てくる逆にがっかりする方がちょうどこうペアになってるんですかね。そういうイメージで2つなんです。はい、わかりました。じゃあちょっと次の文章を見てみましょう。はい、この文章は今言った通り、この家庭教師がおとぎ話は、ただの作り話じゃないんだぞと、もうおとぎ話って言ったら人生そのものなんだぞっていう熱を込めて喋っているところです。ところが一方、これを受けて、主人公の男の子は、これ18ページですね、最初のですね。で、次123ページになって、もう男の子はもう夢中になって家庭教師の話を聞いて、もおとぎ話の世界に飛び込んでいくわけなんですが、その結果どうなるかっていうと、まあ、間の話は皆さん物語で楽しんでいただきたいんですが、ちょっと全部読むとあれなんですが、書いてある内容としては、魔法なんてなかったじゃないかと、物語を語ってくれてた時にはすごく魅力的だったのに、もう出てきた登場人物たちはみんな力が失われて、財産が消えて、偉大達者も野心もなくなって、有名人は落ちぶれていると。でどこもがっかりすることばかりと。でそこからもうがっかりを言い換えた言葉がいっぱい出てくるんですけど、っていうので全然現実の世界はなんかおとぎ話は現実の世界ですごく魅力的なものだと思ったけど、何も魅力的なものはないじゃないかって言って、すごく家庭教師にバーッと言い返すというか、こうがっかりしてしまったぞという話をぶつけるシーンがあるんですけども、ここで雨やまないね、すいませんちょっと待ってくださいね、やまないですね、すいませんちょっとミュートにちょっとさせていただいたお客様おられます。すいません、こちらの方でちょっとさせていただきました。で、ごめんなさい、そういう場面があって、で、こうがっかり、すごくしたと、さっきはあんだけ熱が入ってて、夢中になったものに対して、いろんな世界を見たらがっかりしたというシーンなんで、ここの対比をちょっと紹介したくてということですね、その先生が挙げていただいたのは。というところで、そうですね、まあこれはいわゆるこう主人公の男の子がまあ言うわけですよね。はい、そのまあそれまで家庭教師に信じておとぎ話を語る、まあ、おとぎ話は真実だという家庭教師についていって、まあいろいろ冒険をしようとしたわけですけど、まあがっかりの連続だったと。でまあ、ここはもう逆にあんたがっていうふうにもう家庭教師のことを尊敬すらできなくなって、あなたがまあ、いろいろこう言ってくれた夢の国なんてどこにもないじゃないかっていう、まあ、完全にこうがっかりするという。だからこれはこれですごく現実を言ってるように見えるんですけど、あくまでこれはまあ文学とは言わないにしても、このおとぎ話がまあわざとそうひっくり返したおとぎ話を見せられてしまって、じゃあ何を期待してたのかと、だからこの子供、まあ、主人公の男の子はやっぱりおとぎ話を信じてたから、まあ、こういうふうにがっかりをするわけなんですけど、そのがっかりの仕方が、まあ、言ってしまえば子供たちには
まあ、分かりませんが、その当時の子どもたちと言っていいのかな、今面白いんじゃないかなと、まあ、今でも私は面白いと思ってしまうんですけど、結局その怖い話だとか、まあ、あの人食い鬼とかですよね、まあ、シンデレラでも何でもこういう話だと思っていったら全然違ったよね、でがっかりだと言いながら、まあ、面白がってるわけですよ、そうでしまえば、はい、読者の実際の子どもたちは、だからある意味その物語を距離を取って、まあ、批判じゃないですけど、あの楽しみながらこう笑ってしまっている、あの別にがっかりしてるこの男の子を、まあ、自分と一体となって、まあ、投影しても、まあ、いいし、逆にそこから距離を取ってあの笑ってしまってもいいだろうと、まあ、こういうふうな期待とがっかりっていうのは、まあ、話が元に戻っちゃうところがあるんですけど、私の中ではあのカルビードのマルコバルドの話をやっぱりここでも自分がカルビードをやってるもんですから思い出すんですね、はい、期待してがっかりする、で、まあ、ちょっと苦いあの教訓が残るというかほろ苦い感じ の形だから、まあ、そこまで私は調べたわけじゃないですけど、まあ、カルビードがこれを読んでたかどうかっていうと、まあ、読んでてもおかしくないとは思うんですよね。カルビーノが23年生まれなので、まあ、あのカルビーノが子ども時代というか、まあ、あのトーファの、まあ、当然有名な人なので、で、まあ、作詞絵も書いてもらうわけですから、だから、まあ、そういう関連があるんじゃないかなと、はい、確かに本当ですね。その期待をしてるからがっかりするんだっていうのがすごく面白いところではありますよね。そのこの子がおとぎ話のステレオタイプの物語を想像しているからこそがっかりするわけで、別にそれが、なければがっかりも期待もしないわけにもなってくるわけだから面白いですし、今なんかそのちょっとごめんなさい脱線するんですけど、カルビーノのあの真っ二つの試着とかもあのっていう話はちょっとすいません一瞬脱線しますが皆さんもあるんですけども、あの戦争で真っ二つになった竜と王様が、いい心だけ残った方と悪い心だけ残った方の王様になって、いい心だけになった王様が最初悪い心だけの王様が帰ってくるんですけど、なんかいい心だけになった王様が戻ってきて、こうお話あの国を治めてくれたら良くなるかと思ったら、それはそれで良くならないんですよね。いろいろ例えば無償で何かしてしまってばかりだとお金がなくなるとかいろいろあるん で国民はがっかりしてどうしようっていうような流れになるのも、よく考えると勝手にその人に対してこういう期待を抱くっていうことが起こるからがっかりするっていうのが相反してあるんだなっていうのがちょっと今面白いなと思ったので、なんかそこがカルビーノとその今トーファのところでつながるところなのかなともふと思いましたという、すいませんちょっと私の単なる感想です。ではここでちょっとあの翻訳目線でちょっと私の方からも少し聞いてもいいですか。今の橋本先生の話はそういうあの前半で熱中して語るところでこう期待値を上げることによって、で物語の中の登場人物は期待を裏切られてがっかりするっていうこの振り幅のところが、対になってすごいあの心に残るというか印象的だったというので紹介していただいたというふうに今理解したんですけども、その中でやっぱりここも訳文がさっきは、がっかりさ、魅力的なことを伝えるために同じような形容詞を続けて訳しづらいってなったと思うんですが、今回同じ質問をちょっとしてみたくて、あのがっかりしちゃったじゃないかっていうことに対して、いろんな言い方をこの男の子は家庭教師にして、あの登場人物たちをあなたは見たのと、力が失われて財産は消えて偉大さも野心もなくなって、これ全部失われる消える、なくなるで有名人が落ちぶれた、でどこもがっかりすることばっかり、幻滅してがっかりする、貧乏だしねじ曲げられている、惨めとかっていうふうに、あの何かが消失するっていう言葉とか幻滅するっていう言葉に呼応するような単語がデカンタとクロラーテズバニーテスクロッカーテモルティフィカーテスコノシュってたくさん出てくるんですけど、これもすごく訳しにくいんじゃないかなと思うんです。言いたいことは同じようなことを違う言い方で何回も繰り返してると思うんですが、時にこうなんかあの
例えばクロラレって単純に言うと建物が崩壊するとかって意味もあって、それが力だから力が失われるって訳されると思うんですが、こういう言葉ってこう日本語だとどうな、いう言葉を当てていくのがいいんだろう。で、一応イタリア語では単語が変わってるわけだから、例えば力がなくなって財産もなくなってってすると同じなくなるになっちゃうから、なんかこう失われると消えるっていうふうに言葉を橋本先生変えられたんだろうかとかって私思ったりしたんですが、こういう時ってやっぱりすごく苦労されますか、とか逆にこう工夫されるようなことってあったりしますか。これはこういうふうな名詞と形容詞の羅列っていうのは本当難しいですよね、どれだけ変えるのか、どれだけ同じにできるのかっていうのは難しい。こんだけ羅列が続いちゃうと多分同じようにはできないような気もします。ただまあ、あの翻訳の出発点としては、まあなるべくなら一つの名詞には一つの、あの名詞を対応させたい、はい。でまあこれはまあすごい細かい技術論ではなくてすごいざっくりした話になっちゃうんですけど、結局私のイメージではイタリア語で何かこう、まあそうですね、あのテーマパークって言ったら変ですけど、なんかこう仕掛けがあると、それを日本に持ってきた時に同じ仕掛けというか同じあのテーマパークになってほしいっていうのがあるんです。なるほど。あのちょっと変な比喩ですけど、お化け屋敷があってびっくりしたり驚いたり、まあ、あのドキドキしたりって、そういういろんな仕掛けがあると、でそれをなるべくその損なわないよう同じ経験できるようにして日本に持ってきたいと。でも同じものは再現できないんですよね、だから一つの、その、まあ、これも比喩になっちゃうんですけど、その意味で言うと、もう一つ自分が思ってしまうのは、音楽の編曲みたいなイメージはあります。そんなにうまくいかないけど、つまりピアノ曲を琴の曲に変換できるかって話です、同じ音符にしてもできないので、まあ、音符は変えなきゃいけないし、ただじゃあ音楽で同じ音楽っていうためにはメロディーと和音とそれからリズムでしたっけ、それが同じでないといけないと。でもそれが例えば日本語とイタリア語みたいに全くかけ離れた、まあ、言葉だとして、じゃあ同じ音楽を演奏できるような楽譜にするにはどうすればいいのっていうのが、まあ、あるんですね。なるほど。だから同じ音を繰り返すことで、あるいは同じ形容詞を繰り返すことであまり気にならない時もあるし、気になることもある、ただ最終的にはあのなるべくなら同じ印象というんですか、同じ音が出るようになってくれるといいよなと、だから、まあ、イタリア語と日本語と両方読める人っていうのは、まあそうですね、両方の楽譜が読めるようなもんですよね、言っちゃうと、あ、なるほどなるほど、はい、ピアノと琴と両方読める、はい、だからまあ日本の楽器と西洋楽器と楽譜が全然違った場合、だからそういった場合には向こうの楽譜は読めるけど、それをちゃんとこっちの楽譜に移せるのかっていうと、まあ今だったらその向こうの西洋楽譜、西洋音楽の楽譜でも琴で演奏しちゃう人もいると思うんですよ。なるほどなるほど。ただ基本的にそこの楽譜が違うっていうふうに考えたときに、同じ楽譜にはならないので、じゃあ同じ音を感じられるするようにするにはどうすればいいんだろうか。だからまあそう考えたときに、少なくとも日本語としてある程度の音楽として聞こえてくれないと困るっていう、だから直訳した場合のいわゆる機械翻訳とかがどれくらい精度が出るかどうか分かんないんですけど、全体としてあの単語の置き換えだったり文の置き換えは可能だとして、それがどこまでこう一つのまとまりとして見てるかっていうのが難しいところがあると。だからまあ、 あの一個一個の形容詞がっていうのはもちろんそこで気をつけてこうしてって工夫はあるんですけど、通して読んだ時にそれなりにこう読める日本語になってるかどうかっていうのが、もしかしたら意外と大きいのかなという気がします。なるほどなるほど。なので意味ごとを変えてしまったらいけないけど、楽器が違うというのと一緒で、そのまま言葉を単純にポンと置き換えることが不可能な場合が多いですが、その物語がお化け屋敷がジェットコースターにはなってしまってはいけないので、ね、そうですね、あの意味が遠すぎる役を当ててはいけないから、きちっ
とイタリア語の雰囲気を残すような名詞と形容詞の組み合わせにしつつも、うん、一個一個の役にだけとらわれずにそれをまた俯瞰してみて文章としてまとまって読んだ時にも、うん、日本語が違和感ないようにっていうのとこう常に行ったり来たりしてこう日本語を当てていかれてるっていうようなイメージですかね、今おっしゃっていただいたの、はい、お化け屋敷、お化け屋敷っていうのはちょっと言い方が難しくて、まあ、もうちょっと別の言い方でややこしいけど、例えば障害物競争みたいなことはあります。つまりこっちはパンを食べて平均台に乗って何々してってちゃんとこんだけあるのに、こっちに日本語にしたらいきなり平均台なくなっちゃいましたと、うん、あーなるほどなるほど、うん、だからこういうこう山あり谷ありのこのルートをたどらなきゃいけないのにそのルートが全くなくなりましたっていうのは困ると。ただ逆の意味でそれを完全に忠実に再現するとこれ全然こうなんかゲームにならないっていう、だから直訳はしてるけどでもこれでは全然楽しめない。やっぱり物語として最初から最後まであのスタートからゴールまで楽しんで読めるというのがやっぱり先に来る、まあ、どちらかというと、なんかその上でどれだけ忠実に再現できるか、うんうん、まあどっちが先というのはないんでしょうけど、うんうんうん、忠実に再現するというのと、まあ、最初から最後までちゃんとたどり着ける、うんうん、まあ、自分でもそうでしたけど、あの結構本読むのって大変なの で、 で、ね、途中であのこれはもう嫌だと思うとやめちゃいますよね。だからなるべくならそれがないようにしたいなとは思います。はい、なるほど。だからそことのせめぎ合いっていうところをすごい心がけていただいてるっていうような話ですね。ありがとうございます。でもやっぱり皆さん、最終的には翻訳される方と同じようなところに行き着かれますね。やっぱりその、日本語にする時点で不可能なことをやってるわけだから、どれだけ忠実にいくかっていうところと、かといって読めなかったら意味ないから、読める日本語にするかみたいなことをおっしゃっていただいているので、すいません。ちょっとすいません。あの、私の聞きたいことがてんこ盛りで、あの、よくイベント参加してくださっている方は、また時間オーバーかと思われると思うんですが、ちょっと少し過ぎてしまいそうなんですが、ちょっとお付き合いいただける方は、もう少しお付き合いいただけたらと思います。あの、ちょっと時間がない方は、あの、あと2分で半になってしまいますが、あの、出ていただいても、あの、動画の方は送らせていただきますので、ご安心いただけたらと思います。ですので、私の方から出した文章もちょっとパッドにさせていただきます。なんかすごく面白いなと思ったところたくさんあるんですが、一つ聞いてみたいなと思ってたところが、日本語を先に読むと、悪い妖精に100年間眠らされた、あの、お姫様の話を聞いたことがない人なんているだろうか、というので、これもちろん眠れる森の美女のところのお話で、眠れる森の美女の話を知ってるかって言われて、もちろん知ってるよっていうシーンです。なんですが、この中で、悪い妖精に100年間眠らされたっていう、訳文にあたるのが、原文では、コンダンナータダウナーマーラファータドルミーレという文章があるんですが、これって、悪い妖精っていうのはマーラファータっていう悪い妖精ってなるんですが、それによって眠らされたっていうふうに訳していただいてて、全くその通りなんですが、これイタリア語を直訳すると、それこそ変な日本語になるんですが、眠るという、まあ、罪を宣告された、お姫様みたいになるんです。ではどういうことかっていうと、このコンダンナーレっていうのは有罪にするとか宣告するみたいな意味で、例えばコンダンナーレアモルテ、これ死っていう意味なんですか、モルテっていうのは。こういうので死刑を宣告するとか、私がなんか見た記事だと、あの不眠症の人、本当に不眠症の人があの病気でいて、その人はこういう表現してたんですけど、コンダンナーティスタレズベリペルセンプル、もうずっと起きていないといけないという罪を与えられているようだみたいな言い方をして、実際にそんな罪を誰かが与えるわけじゃなくて、もう不眠症という病気はそれぐらいしんどいんですよってい う、 こうイタリア人が書いている記事を読んだことがあるんですけども、こういう言い方するのはなんか説明を受けたら、あ、そういう言い方で何々されるっていう意味なんだなっていうのは、多分イタリア語をしてない方も今ちょっとなんとなく分かっていただいたように思うんですけども、これを100年間眠るという罰を悪い妖精に与えられたお姫様とするとすごい固くなるし、なんだその言い方はってなると思うので、こうコンダンナーレっていう意味の、まあ、宣告するっていう意味はちょっと省いたんじゃないかなと思われるんですが、こういう時ってそれが言い悪いではなくて、こういう時って訳す時って難しいんですか、やっぱりっていうのを聞いてみたかったんですけど、シンプルに。
いやまあこれは単純に自分のイタリア語の能力として考えたときには、コンダンナーレって言ったときに、どこまでこの罪を宣告する、例えば本当に罪を宣告できる裁判官とか、そういうような人が使ってるのであればそうなんですけど、まず考えなきゃいけなかったというか、自分が考えたのは、悪い妖精、まあ悪い妖精、まあ魔法使いだったんでね、確か、確かそう思ったんですよ。が何をしたかって呪いをかけたような気がするんですよね、うん、そうですよね、結局は呪いということですよね、うん、だとすると宣告するというのが罪とか罰とか、まあ、いろんな確か意地悪をするんでしたよね、うんうん、私のイメージではだからそうですね、自分が呼ばれてないから怒ってたりか、はいはい、まあ、あの物語のパターンによって違うけど基本的には、まあ、自分が呼ばれなかったことの仕返しをするみたいなで呪いをかけた確かそういう流れだったと、うんうん、だからまあ魔法使いと妖精というのはこの場合は、はい、あの魔法使いとしなかったのはこのファータをそのまま取ったからなんですよね、うんうんうん、で宣告するとか断罪するって罪のイメージで欠けてしまうのは私の中ではあの眠れる森の美女からは離れすぎるような気がしたと。なるほどなるほど。だからもしこれを直訳で有罪とする断罪されたっていうふうにすると、あれ別の話のことかなっていうふうに、うん、まあ今から思えばですよ、うんうん、思われる可能性がちょっと増えるかなと、うん、いいかどうか別にしてそういうふうに考える可能性が出る。だからまあ人によってはこれ妖精って訳してるのであれ魔法使いだと分かるけど妖精だから違う話じゃないかっていうふうに考える、うんうんうん、だから翻訳を読むときに何がしんどいかというとそのあたりを微調整しながら読まないといけないわけですよね、うんうんうん、言ってしまうと、うんうんうん、だからあれこれ自分が思ってるあの話と違うけどあの話のことを言ってるんだろうか、うんうん、あるいはあのそうですね、違う話なんだろうか。だから私の中では、まあ、この妖精というのは、まあ、スルーしてもらえると魔法使いと同じというふうにスルーしてもらえそうだけど、うんうんうん、断罪するまで重ねちゃうとあのいわゆる日本で思われている眠れる森の、美女かの話からはそれすぎるような気がする、うん、なるほどなるほど。というので多分言葉としてはそこを軽くする、まあ、これは言い方難しいですけどその直訳すればするほどどんどんくどくなっていきますよね、うんうん、表現的には全体として、うんうんうん、だからくどくなりすぎないようにするっていう一方向の力と直訳をしなきゃいけないっていう、まあ、別の方向の力があるとしたらここでは多分くどくならないようにするというふうに自分の中で考えてこの有罪するとかコンダンナーレっていう強い言葉を、うん、あの軽く訳したうん、じゃないかなと思います。あ、はい、そうか面白い。ごめんなさい、なんか私自身ないとあの翻訳の勉強みたいな感じになってしまって申し訳ないんですが、すごくあの面白かったです。ありがとうございます。というところで、ではすいません、最後にというかこのイベントのテーマとしては最後にちょっとここはあの物語と文化の関わりというところで翻訳とは直接関係なくなるんですけども、まあ、もしイタリア語を勉強されている方おられましたら、例えばあのイタリアの物語を読む人と楽しさとして、やっぱりイタリアの文化とは切り離せない。例えば食べ物がいろいろ出てきますよと。イタリア風のかき氷とかハムとかお菓子が出てきて、そういうグラニータっていうかき氷とか。かき氷とはまたちょっとちゃうんですが、シャーベットに近いようなかき氷みたいなものとか、モルタデリラっていう油がぎっしりこう入ってる美味しいハムとか、今イタリアンでも置いてるところ、日本でも多いと思うんですが、で、トローネっていうあのベチャッとするあのヌガ、お菓子があったりとか、そういうのが出てきたり、例えば、ナポレオン金貨っていうナポレオンがあの作ったと言われる戦争に、勝った後のあのフランの金貨を作ったりとか、イタリアである日本ではあのサンレモ音楽祭って有名ですが、実はナポリのピエディグロッタ音楽祭っていう、音楽祭があって、カエレソレントレとかあのソレミオとかが確かあのできた、音楽祭だと思うんですが、日本でもおなじみのナポリミンゴが、たくさん生まれた音楽祭があったりとかっていうのをで面白いんじゃないでしょうかっていうのはちょっとこれは皆さんに伝えたくてっていうのでスライド作らせていただいてます。こういったものを物語の中で楽しんでもらえたらと思うんですが、ここで橋本先生にちょっとお聞きしたかったのは、例えば、この食べ物とか、風習が出てきたりとか、文学作品っていうと物語の中にいろんな物語が出てくるっていうのも
一つ面白いところだと思うんです。例えばこの中で言うと、そういうことは眠れる森の美女、シンデレラ、赤ずきん、いろいろ出てきます。でイタリアらしさで言うと、イタリアではルイジ・プルチという文学者と言っていいか、叙事詩をまとめた人というかっていうので、モルガンテっていう叙事詩があるんですけど、これも正直私本当に大筋の話しか知らないような、読んでもないですっていうのがあるんですが、神話とか叙事詩とか騎士物語って世界中にいろいろ、ドン・キホーテ、アーサー物語、ギリシャ神話もあって、というものがありますが、このモルガンテっていうのが出てきたりとか、あとはその、イタリアの蜃気楼の一つみたいなので、ファータ・モルガーナっていうメッシーナの海峡で蜃気楼を起こす魔女みたいなのがいるよとか、そういうのが出てきたりするんですけども、こういうのってイタリアのこと知ってる人だったら楽しかったりとか、知らない人でも、あ、イタリアにはそんな霧を出す魔女がいるんだっていうのは面白かったりすると思うんですが、こういう食べ物や物語や風習が出てきたときに、この翻訳者の人っていうのは、例えば、このいろんな食べ物、この辺りに出てるのは、多分イタリアに行ったり翻訳をされるような方だったらみんな知ってると思うんですが、でも例えば食べたことがない食べ物が出てきたりとか、知識とかはとしては知ってるけど、なんかあんまり実際には見たことがないなっていうものとかが出てきたりしたときに、そういうときって例えば、なんか取り寄せて食べるのかとか、食べないけど結構調べてどんなものなのか、どんな食べ物か調べたりされるのか、物語の本質とは関係ないので、知識として入れとけばいいわっていうので、そこまでどんな食べ物かとかまで深く調べないのかとか、この例えば物語で言うといろんな童話に当たるのか、原点を例えば読むのかとかっていうと、橋本先生だとどういう接し方されるのかなっていうのをちょっと聞いてみたかったんですけど。難しいですね。ここに出てきてる食べ物、グラニータ、モルタデッラ、トローネは、最近の日本の輸入食材店で、調べればそれなりに手に入るようなものが大体です。だからまだ安心なんです。ただ時代によって違う、例えば今はバジリコって普通に使えますけど、以前のイタリア語の翻訳は多分バジリコは使えなかったし、例えばカルボナーラだって今は使えるけど、以前20年前はカルボナーラって多分訳せなかったと思います。っていうか言い換えないといけなかった。あるいは説明がいる。だから食べ物に関しては、その時の日本語においてどれくらい使われているかっていうのも一つ、で、この辺りの食べ物食材であれば、今までイタリアで食べたことがあるものなので、それほど怖くはないというか、これ一体なんだみたいなのは調べれば大体足りると、で物語の方も、これもそちらに書いてあるプルッチのモルガンテは有名な文学作品ではありますが、私はそこまで読んでないわけです、歴史的なもので。ただ結局こういった物語どこまで読むかっていうのはもうその時のケースバイケースですかね。だからその本筋と影響がなさそうで実はあるようなケースもある、そういう時もあります。確かに。だから原作の方に実際読んでみると、ああなるほど、だからこれを使ってたんだなみたいな、だからそういう発見は必ず出てくるので、それはいわゆるこうなるべくならチェックはしたいなと思います。なるほど、面白いです。そうかそうか。この例えばピエリグロッタ音楽祭とか、今回は音楽の祭典ですけども、こういう現地で根付いている風習とか文化的な行事とかも同じように、つどつど参加するっていうのは多分無理だと思うんで、偶然参加してる場合もあるでしょうし、例えば橋本先生が馴染みのないようなどっかの、町の年中行事とか出てきたりしたら、ある程度やっぱ調べられたり、それを言葉をそのままこういう祭りがあるってもうカタカナにするだけでもいいとも思うんですけども、その辺もやっぱりある程度調べられたりされるんですか？そうですね。だから結局そうやって出てきたものを、その時は調べて、で調べただけのこともありますが、その他の文脈でもう一度出てくるっていうのがあります。だからそれこそマルコ・バルドの挿絵じゃないですけど、この時は全然知らなかったけど、別の作品の別の下りでこの同じものが出てくると、じゃあ今度はどういう話でどういう文脈として使ってるのかが、ちょっと違う場合がありますよね。なので固有名詞に関してはすごく難しいですけど、
まあ、調べれば調べるほど豊かになるので、うんうんうん、あの翻訳者という以前に読者としてはあの重要なとこなのかなと。だからレモンのグラニータって今ここにありますけど、グラニータを食べたことがある人はそれでいいんですが、実はこれ元の部分はカッサータリシチリア、カッサータシチリアナだったかな、シチリアのカッサータだったはずなんですよ、うんうんうん、最初に出てきた時は、ね、うんうん、でそれをグラニータに変えてるんです、多分トーファノが、うん、で私も変えたんですけど、うん、だからあなるほど、固有名詞を何を入れるかっていうのは当然作家もこだわって入れてるので、なるべくなら、まあ、そのあたりのこだわりが日本にも伝わるといいなと、うん、だからまあ本当にこれも時代によっては伝わってくる時もあるし、全部説明しないとわからないところもあると、はい、だから固有名詞は難しいですね。難しいですよね。やっぱりその浅野先生が一翻訳者を超えて読者としてもやっぱり調べられるっていうところも面白い話です。多分翻訳者さんとかってどこまでそういった携わり方をすればいいんだって思われている方もおられるかなと思ったので、ちょっと聞いてみましたというところで、ありがとうございます。あとは本当はね、この社会的に第一次世界大戦が終わった時期に書かれた物語で、そのあたりとの関わりはどう思われますかとか、こう教育に対して最終的にはこう批判的なオチになっているような気もするんだけど、勉強したのに点々点みたいなのに対する橋本先生の見解とかも聞いてみたいなと思ったんですが、ちょっとすみません、時間の兼ね合いで、ちょっとそこは今日は割愛させていただきます。ということで、一旦イベントとしてはこれで終わりにさせていただきたいんですけども、このままちょっとすみません、もうあと50分ぐらいまでに終われたらと思うんですが、最後に質疑応答で、皆様の方から何か橋本先生に直接質問があれば、チャットか、マイクオンにしていただけたらと思います。で、出てくるまでにちょっと時間かかるかもしれないので、今回お申し込みいただく際にいつもなんですが、いくつか質問いただくことがあるので、3つほど面白そうな質問をピックアップさせていただいてます。で、まあ、似たような質問は1つにまとめさせていただいているので、ちょっとこれをお聞きしたいんですが、例えば橋本先生が感じるイタリアの児童文学の他国のものとは違う魅力としてはどういうところがあるでしょうかと。そうですね、結局イタリアのことばかりをやってしまうと他との比較がすごく難しくなるというのが、まあ、あります。だから、まあ、このあたりが自分があんまり言葉をたくさん勉強しなかった弊害なのかなと思うんですけど、ヨーロッパの中でどこと比べるかというと、まあ、フランスとかイギリスの方の、まあ、伝統が少なくともこのトーファノの時代までは強かったんだろうなと思います。うん、あくまで私も聞いただけなので、いわゆるこう研究書を読んだ範囲ですけど、例えばそうですね、イギリスフランスの児童文学がフランス語とか英語でにイタリアに、まあ、入ってくる。だから、うん、まあ、例えば一番分かりやすいので言うとルイス・キャロルとかですかね、うん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 、だからそういった子供、はい、アリス、鏡の国のアリスとか不思議の国のアリスとかはやっぱりそっちのが先で、それをまあ、イタリアに少しずつこう輸入したり翻訳してっていう形で追いかけて読んでいくと。だから他とは違う魅力ではなくて、他の国の影響を受けてるっていうのは、まあそこを言う点だと思います。で、うん、他の国と違うというのは他の国をどこまで知ってるかが難しいんですけど、まあそうですね、私も多分児童文学の専門家とはとてもとても言えないので、どちらかというと普通のというか一般的な作家で児童文学について書いてる作家を読んでる。だから、うんうん、まあ、カルビーノにしてもボンテンペッリにしても、本来ならその児童文学の作家というふうに限定できない、まあ、いわゆる普通のというか一般的な作家だけど中に児童文学を書いてる、うんうん、なんかそういうふうな作家を見てしまっているので、児童文学プロパーというかな、専門の作家について知識があまりない。だから、まあ、そういう見方で言うと、
魅力と言っていいか分かんないけども、自分が見てる児童文学は多分イタリア文学の一、イタリアの児童文学の一部なんだろうな、うん、一部にしか過ぎないのかなという気はいつもしてます、うん、だから、すみません、あまり勉強というか答えになってないんですけど、私の勉強不足で、調べて皆さん一生懸命読んでいただければというのが一つ目ですね。私は全くこう未知の世界なんだなと思ってます。はい、なるほどなるほど。さあ、特徴としてはもともとイタリアの、文学の発展の仕方としても、海外からのものの翻訳のものからの影響は確実に受けているだろうというのが一つですね。でそれを踏まえてイタリア独自の魅力っていうのも出てきているはずだけども、うん、まあ比較という形では難しいということで、ではあとは、出版翻訳を目指す上でのアドバイスとおすすめの作品というのをいただいてるんですけど、まあ、本当に簡単にすいません、なんですが、はい、出版翻訳について私が知ってる知識は本当にわずかです。多分まあ関口さんとか飯田さんの方が詳しく、まあ、経験されてるんじゃないかなと。まあ、自分が大学に席を置いてるからというわけじゃありませんけど、あまりこう自分が積極的に出版翻訳でアピールしてうまくいったというのがあまりないです。どちらかというと失敗することが多くて、持っていったけど、いやダメですよねっていうふうに言われることのが多いと、うん、まあでもこれはもう翻訳をやる上では仕方がないので、出版社に声をかけて送ってみたけど、まあ、企画を持ちかけたけれど、まあ、難しいですよねというふうに言われることの方が多いので、考えておられる方はそれでめげてはいけないんじゃないかなと思います。私もよくめげそうになりますけど、なのでそれは置いておいて、すみません、あまりお役に立てなくて、おすすめの作品として児童文学ではないけど、まあ、今回 この小説、僕のがっかりしたもの話というのは、もしこれ翻訳を読まれた方というか見られた方は、まあ、多分されたと思うんですけど、カバーを外してみていただければそれなりに面白いものがそこの下にあるだろうと。知らないとカバーを外さないというのが普通の読者だと思うので、うん、一応私からお願いとしては、まあ、一度カバーを外してみていただければ、うん、そこに、まあ、一応仕掛けがあります、うんうん、でそれと関連でこれって結局児童文学というよりは挿絵がついてるんです。まあ、そういうイラストを描くトーファノなので、これに関連して私がおすすめというか私が気になっているトーファノのこのナンセンスぶりを表す作家として、これ見えてますかね。はい、見えます。一応、はい、ちょっとちっちゃいです ね、 そうですね。あ、いいですね。名前はですね、トーティ・シャロイヤ、シャロイヤと読むのかな、うん、はい。まあ、こういう人がいまして、で、あ、すいません、アップ、皆さん多分橋本先生をアップしていただいたら見やすくなるかなと思います。まあ、この人がですね、1914年から98年、まあ、20世紀の、まあ、人なんですけど、画家で詩人で、まあ、ナンセンス詩を描く人なんです。でイラストも描くと。でこの人がいわゆるこう、まあ、イギリスって言っていいのかな、エドワード・リアというリメリックという詩を描く人がいるんですけど、ナンセンス詩で確かちくまから翻訳が出てたはずですけど、でイタリアの中でこのナンセンス詩を書く人って結構少ないんですが、うんうん、まあそういう人がいて、でこの人は私は面白いと思ってるんですが、日本語にならないんですよ、言っちゃうと。なるほど。はい、だからこれとかはもうイタリア語で読めるならイタリア語で読んだら短くて楽しいだろうけれども、これをうまく日本語にできるかどうか私の自信がないと。はい、できないわけじゃないと思うんです。されてる、うんうん、方はいるので、ただ、今のところこれは普通にやったんでは歯が立たないだろうというのが一つ。おすすめといったときに、すみません、翻訳としてのおすすめだったらまた別の話しなきゃいけないんですけど、うんうん、まあ、イタリア語の、はい、イタリア語でまだ翻訳されてないっていう意味で。で、もう一つ、これ、後ろに並べましたが、はい。これもあまり翻訳する意味はないというか、そういったら怒られそうですかね。いわゆるこうカートゥーン、イタリアの漫画の方でシオっていう人がいます。SEO、SIO ってシオという方なんですが、この人が書いてる、
このいわゆるこう4コマ漫画というか、こういうカートゥーンのがありまして、はい、これスコッテックスという、まあ、トイレットペーパーみたいな主人公のものなんですけど、これは最近実はなんだっけな、札幌に2年間いたこともあるというふうな経歴の方で、私は面白いと思ってるんですけど、ナンセンス漫画としては結構ダラダラと読んでしまう、面白いなと勝手に思ってます。だから、まあ、今2つ言ったのはどちらもこうイラストを一緒にしてる人なんですね。片方はグラフィックノベルの塩という人で、まあ、この人は今現役で今書いておられますが、もう一つはこのトーティ・シャロイヤ、先ほど言いました、私が持ってるのはヴェルシデル・センソ・ペルソ、失われた意味の詩という意味なんですけど、はい、完全にこうナンセンス詩なんです、言葉遊びの詩で、まあ、こういうものは翻訳しなくていいと思ったら読むとき気が楽なんですよ。確か物語をそのまま楽しむだけでいいので、はい、だからまあそれをおすすめしたときに何がいいのかって言われると困っちゃうんですけど、うん、イタリア語を勉強するときに私がずっとやってきたみたいに意味は何か、日本語にどうすればいいかっていうのが一方でありますよね、日本語にするっていうことを絶対に言っちゃう。だからそういうことを全く考えない、イタリア語だけで楽しめるかっていうと、まあそういうナンセンス詩みたいなものも、例えばまあカンツォーネとかもそういうとこあると思うんですけど、歌とかそういったものを詩の方が、まあ、逆に意味にとらわれないという楽しみもあるんじゃないかなと。まあ、普段自分がやってることがどうしてもこれはどういう意味なんだっていうそればっかりに頼っちゃうので逆の意味で言うとそちらの方も楽しみもあるよねという意味ではおすすめとは言いませんけど、まあ、そういう方向もあるんじゃないかというぐらいにしておきます。はい、ありがとうございます。よかったら、イタリア語をこう、勉強されている方とか、よかったら原書で読んでみていただけたらと思います。というところですいません。ちょっとすごく時間が来てしまったので、一旦、ちょっと今回すいません。質疑応答はこれで終わらせていただきますが、ちょっと質問できなかったなっていう方とかおられましたら、メッセージいただけましたら、回答させていただきます。というところで最後にすいませんちょっとだけ告知だけさせていただいて終わらせていただきたいと思います。橋本先生の役所、AMA 企画の町田さんも来ていただいている中、ちょっと他社出版社さんのものもあるんですけども、いろいろ役所ありますので、ご覧いただけたらと思います。最新作の読書セラピストというものを一番大きく挙げさせていただいてますが、他にも菅敦子翻訳賞を取られたプラハの墓地だったりとか、当店でも扱わせていただいている公文社さんだったりとか、イタリアの現代文学の短編集を集めた作品だったりとか、先ほど橋本先生が同じ児童文学という国に入れていいか分からないけども、ツイートなるものとしておっしゃっていただいた鏡の前のテスマ、ボンテンペッリという作家さんのものもございます。これは本当にまず出だし、これも面白くて、家の中にあるチェス盤を何気なくというか鏡の中に映ってるチェス盤が見たら、その鏡の中のチェス盤が動き出して喋りかけてくるという、どうなるんだっていう、もう入りからして面白い物語になっているので、ぜひ読んでもらえたらと思います。この中のイラストがこの東波のが手掛けられたものになっています。というところで、橋本先生の役所、もちろん僕のがっかりした話をはじめ、皆さん手に取ってもらえたら嬉しいなと思います。私の方が、小鹿ブックスと奈良で店もやってて、イタリアの本ばっかり置いていたりとか、絵本ホテルという同じように奈良に本に囲まれた空間の宿泊施設の選書を担当させていただいて、実は今日今配信しているのがそこからなんですけど、その絵本ホテルというところにも宿泊に来ていただいて、ゆっくりイタリアの本や世界の本の空間に包まれてもらえたら嬉しいなと思います。で、今後もイタリアの翻訳者さんだったり作家さんをはじめ、たまにイタリア語以外の世界の物語をこう文化を読み物を通して伝えるということで、まあ、英語圏の方とかスペイン語圏の方とかもお招きしていろいろ対談したりしておりますので、まあ、7、8、9と3ヶ月分しか出してませんが、もう10月、11月、12月も来ていただく方決まっておりますので、よかったら楽しんでいただけたらと思います。というところで、ちょっと最後が駆け足になって申し訳なかったんですけども、ちょっと大幅に時間を、いつもなんですが、橋本先生、実はいつもなんですが、ちょっと大幅に時間を大幅に回ってしまったので、視聴いただいた皆さんもすいませんでした。
見れなかった方もちょっと退出していただいている方にはこのメッセージ自体は今は届いてないんですけども、動画の方を送らせていただくのでご安心くださいというところで、橋本先生今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。またこれ以外でも例えば井田さんとかと一緒に座談会したりとかもろもろ企画考えたいなと思ってますので、橋本先生にももしタイミングが合えばまた来ていただけたら嬉しいと思います。はい、またよろしくお願いいたします。お願いいたします。視聴者の皆様も長い間ありがとうございました。橋本先生の役所を含めいろいろなイタリアだったり世界の物語を通じて物語と文化と合わせて楽しんでもらえたらと思いますので、またこのような機会がありましたらご視聴いただけると嬉しいと思います。どこかイベントだったりとか本屋で会えることをお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ではここでレコーディングの切らしていただいて